あ、浮かしてる。はい、おはい、すごいね、立派立派ですね。あ、浮かしてるぞ。あ、なんかすごい有意義だったな。いや、すごいね。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがFIFA岡さんです。平岡さんか。 FIFA ってワールドカップ、そうだ、サッカー部ですもんね。まあサッカー、そう、サッカー部だったから、ね、あ、FIFA だって思って。なんでやねん覚え方止まりすぎるって。で、そのブラジルとかがよく優勝するのは FIFA。 ヒラじゃない一緒に点数作って。うわこれでチリやでさ。ああそれ、ああ約束五等分の、はい、いや下からの正式にはこっちなんで下からのね今回ね、はい、まあなかなかないかな。なかなかない、はい、なかなかないけど、もしかしたら今年はちょくちょくこの動画も撮れるんじゃないかなっていう。僕もすごいここね、やっぱ大事な作業というか、へいうのがあって、はい、それをやっていくんですけど、先にちょっと出していいですか。あ、はい、はい、今回の、まあ、登場してくる生態たち、はい、こちらです。はい、おお、こちらすごい、ほぼ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 四角四角今回はこの残りのワンピースを探そうという企画です。マジかよ、はい、あと一つ気になるのが、一、はい、つだけシークレットレアのラベルがあるから。ごめんなさい、これはそう、諸事情により過去の、はい、あ、そうだ、違う、2019年バージョンです。あ、そういうこと。なんかこいつだけ別扱いされてだから一気に一気みたいな感じですね。あ、なるほどね、はい、これなんですけど、はい、種類でいうとヘラクレスオオカブト、おお、世界最大のカブトムシの2種類がいるんですよ。2種類、ヘラクレスヘラクレスっていうのと、はい、ヘラクレスセプテントリオナリス、セプテントリオナリスっていうこの2種類がいて、はい、その2種類、これちょっとマット交換かなって平岡さんだともしかしたら思うかもしれないですけど、あ、そう思った。違うんですよ。へえ、あ、違うみたいな、はい、人工養殖に移していきます。ああ、はい、なるほど。なんで、まあ、全幼っていう、はい、もう餌を食べないで、あとはサナギになる準備をしてる状態の幼虫だったり、はいはいはい、中にはちょっともうサナギになっちゃってるやつもいるんですけど、はい、そいつらを取り出して、まあ、万全な場所に、うん、でゆっくり浮かしてもらうという、はいはいはい、まあ、結構大事な作業というか。なるほど、まあ、この中でもいいんだけど、この中だと、まあ、もちろんメリットデメリットがあって、はい、その部分で言ったら、まあ、人工養殖もデメリットメリットあるけど、うん、まあ、スペースの確保っていう部分でやっぱり人工養殖に移した方が必要最低限のスペースでいけるんで、うん、そこまあすごい大きいメリットなんで、まず大丈夫ですか大丈夫ですか、はい、平岡さん、いや、もう俺こっちやで、俺こっち、平岡さん埋まってました。いやいや、壁の中じゃない、馬好きだけど、いやいやいや、埋まってると馬と、いやいやいや、ハエ食べてって、いやいやいや、食べたって、口入っちゃった、口入って、もう食べ飲み込んだすごそう、耐久性エグいっすね。いやいや、吐き出すと、はい、咳込むから、はい、もう飲み込んだれ、すごい、いやいや、カメラ魂、そう、変なカメラマン意識高すぎるそしたらでも、はい、むせた結果あかんかった。あ、まあ、ちょっと耐えれなかったらいつでも言ってください、はい、すいません、はい、で、まあでもすごい楽しみだね、やっぱ人工養殖、はい、なんかさなぎになってるやつも多分いるんで、はいはい、やっぱせっかくならね、サナギが出てくる瞬間っていうのもすごい楽しいんで、はい、極力この動画で収めるために放置してました。あ、なるほどね、はい、だから、まあ、そこ、まあ、人工養殖に移し替える理由とかもちょくちょく、ひっくり返しながら、はい、はい、ひっくり返しながら2回目そのわざとや、はい、間違えてないよっていうアピールね。 そう、はい、その都度ちょっと、まあ、そういう補足もできればいいなと、はい、思うんで、まあ、とにかく僕もワクワク楽しみな作業なんで、もうそろそろ行きましょうか。行きましょう。はい、ヘラクレスのサナギってでかいもんな。そう、楽しいですよ。楽しいよね。だからで、全容の方が良かったりもするんですけど、はい、人工養殖に移し替える時、ああ、やっぱそうなん、はい、っていうのも、うん、まあ、もしかしたら自分のことを過小評価してて、こいつらも、ああ、なるほどね、まあ、俺ぐらいだったら11センチぐらいのサナギの部屋でいいよみたいな、ああ、って言って幼虫からサナギになった時に実は13センチぐらい必要な、はい、ヘラクレスだったとか、はいはい、ってなっちゃうと結局11センチ作っちゃってるから、こう角が曲がっちゃったり、なるほどね、不全になりやすかったりしちゃうんで、はい、そういうのも含めたら全容の時にもう人工養殖に移した方が大きめの部屋を作ってあげて、はい、大きめの部屋を与えてた方がいいっていう、なるほど、部分はあるんですけど、
だからまあその人工溶質、はい、ここから出していきますんで、いきましょう、はい、人工溶質こちらです。はい、こちら、はい、ほぼ四角の、ほぼ四角、はい、ここワンピース足りないんですけど、それを集めれた旅なんすかそれ。変なこと言わないよ、かさよ。平岡さん、拾い上げたら過去の三森の言霊を大事にしようと思ったのいや、ありがとうございます。左右いつでも書くんで、めんどくさくなんだよ、怖かったからすいません。写真とかな、サインとか、はい、こいつ自分から言ってくるから、はい、まあこれ、はい、これが人工溶質、はい、もうこれはもう何、いわゆるな、まあ世間的にというか、うん、一般的に言われてるのは名前で言ったらオアシスかな、まあ、吸水スポンジみたいな、はい、へー、これもまあアマゾンとかでも売ってたりするんで、とか100均でも売ってます。四角な、もともとは、そうですね、真四角で、四角のやつがもうないんですけど、それをもう僕は事前にこういう感じで削って、ヘラクレス用に削って置いとくみたいな。なるほど、ね、じゃあこういう形で置いてるわけではないよね、売ってるわけではない。そうですね、もう真四角の、本当言ったらその、うん、まあレンガみたいな形で売ってて、はいはい、そこで自分のなんだろう、ヘラクレスだったらヘラクレス用に削ったり、なるほど、ね、まあ、ヒラタケ、クワガタだったらクワガタのサイズで削ったりみたいな、クワガタだと広すぎるんでとか、そういう調節してる、ね、はい、そういうのもあるんで、これも削った状態で、はい、削る動画もだいぶ前ですけど上げてはいるんで、なるほど、ね、作るやつ、はい、それもよかったら探してみてください。まあ気分さえ乗れば概要欄にも載せるんで。いや、まあ、はい、載せるよ、それは見つけきれるか分かんないんで。まあそうか、はい、大変やもん。でも僕も見つけるんで、皆さんも頑張って見つけましょう。な、まあ、なんか一応概要欄覗いてみてください、まあ、パッと見のサムネとかで分かるもんな、はい、まあそうですね、この四角のやつがいっぱいある、何これっていうやつがあるんで、はい、で、これをもうこれだと乾燥しすぎてて、うん、乾燥しすぎてるとこう幼虫とかサナギにも優しくなくて、なんだ、そうなんやな、単純に言ったらもう乾燥をやっぱ、まあ虫も、うん、まあ、生き物ですから、乾燥しすぎてるとこう皮膚的な部分が、人間とかも冬場とかひび割れしたりするじゃないですか。 あれって乾燥からだと思うんですけど、はい、ああいう感覚でこう皮膚の部分がひび割れみたいなの起こして、そっから体液漏れちゃったりとか、そんなあるんだ、そういうのがあったりするんで、やっぱ湿度はしっかりあった方がいいんですよ、はい、それを与えていく、それをもう与えていく。だからまあオアシスって言われてるけども、うん、ね、どっちがオアシスなんだかっていう話ですよ。なるほど、ね、こいつもカラッカラで喉乾いてるのにとか言ってますよ、とか言ってますけど、はい、ようわからない、すいません、じゃあもう一回後で言います。いや、もうまた困るだけやこれが、がっつり入れます。あ、でもすごい、めっちゃ吸う、やっぱ吸水力がすごいんですよ、すごい、めっちゃ吸っていく、うわ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 、あ、こんな感じで与えていくんや、もうバンバン、すごいな吸い込み方。そうっすよ、ほんともうクワカブカイのカービィって言われてます。あー、吸い込み方がね、はい、すごいけど、ダイソンが嫉妬してますもんね、まあまあまあ、最近だと吸い込みでやってるのに、はい、そうなんですよ、こっちとらってっていう話はありましたね、なんか界隈で、うん、ビークワに乗ってたんじゃないかな、絶対乗ってない、ページもっかいだ絶対ミオリ監修あ、結構もうがっつり吸わせんやん、結構がっつり吸わせます。もう、ほんと吸わないぐらいまでやっちゃっていいです、ね、びちゃびちゃな感覚ぐらいでいいよ、ね、そうですね、まずは一旦浸して、はいはいはい、まずは浸してあげるっていうのが大事です。じゃあこれはまずはこいつらを生き返らせる作業か。そうです、これがね、これが大事なんでまあでも確かに乾燥してるやつじゃきつそうやもんな。そうなんですよ、ちょっと分かりづらかったんで、もうほんとこれの、うん、僕は多分大体目安で言うとこれの半分上ぐらいかな。なんかこれ別に水道水でもいいですよ。この天然水使わない。はい。これでもう。あれ適当に入れてたわけじゃないやな。気持ちなんかあったんや。そうですそうです。大体。めっちゃ吸い込んでいく。すごいすごいな。これで。こうやってもらったらもうガンガン吸っていくんで、すごい、意外と表面はもう吸い切ってんじゃんって思っても、中は、ね、中は意外とまだ吸ってなかったりするんで、
まあ、これはちょっとだいぶ入れすぎましたけどやろうなと、はい、あれ吸わねえなと思ったまあでもこれもまあ使えるんで、これだって明らか、はい、明らか違うもんなまあでも実機に吸ってはくれると思うんですけど、それだとしてもやりすぎたまあまあまあそういう場合はもう僕はもう次の方に、あーお抹茶みたいなね、はい、いろいろそう、やっぱミクも好きなんでね、五等分の花嫁のね、はい、一押しのミモリ君、そう、僕一押しのミクっていう子がいて、かわいい、ね、かわいいですね、戦国大好きキャラ、そう僕もだからそれでなんか勉強頑張ろうと今思ってるんですけど、戦国を、戦国どころか、あー全般的に、はい、まずでも歴史からなんでね、ミクが好きな、まあそうですね、めっちゃ歴史苦手そうやけどな、苦手です、過去にとらわれたくないんでいや、かっこいいこと言うけど、はい、大体言うねんて、それ勉強できるやつだからここら辺はまたちょっと、一旦別でやりますね、はい、で、これちょっとすごい分かりやすいんで、あ、確かに、はい、これで、ここら辺やっぱどうしても水分出てきてるんですよ、うん、表にね、はい、そういう場所だけちょっとこう、上っ面を拭き取ってあげるみたいな、はい、びちゃびちゃすぎたら表面はやっぱり、そうですね、逆にこうやっぱ水分がありすぎてもそこにずっと人間の手も、うん、はい、なんだろう、水の中入ってたらふやけるじゃないですか、はいはいはい、ふやけちゃうとどうしてもそれもなんていうの、ちょっと腐る原因というか悪影響をやっぱ及ぼしちゃうのね、なんでやっぱまあある程度拭き取ってあげて、でもこれで OK ですね、あーもうこんな感覚くない、はい、これをちょっともうやっと、はい、一気にやっていくんで、はい、まあこれは一旦置いといて、ちょっとちなみにさっきの2個は新しくて吸いやすかったんですけど、はい、これは古いんで結構何回か使ってるんですよ、あーもう何回も使えますね、ある程度使えますね、なんか3回ぐらいかな、まあ使えるもんね、3、4回、まあ運良ければ5、6回とか、そう、なんちゃんと干したりしてれば、何が使えなくなる原因っていうのも、その完全にボロボロみたいな、はいはい、そうですね、だからヘラクレスも言っても、そのさなぎから甲虫になって動き出すんで、はい、そしたらもうボロボロになっちゃったりとか、あとはもう本当に吸う能力が減っちゃったりみたいな感じになると僕は捨てますね、あとはまあ中には不全になってこう羽化不全っていうのでさなぎの状態でこうまあ腐っちゃったりとかってなっちゃうと、そのなんかまあ多分熱処理とかすれば大丈夫かもしれないけど、そういった雑菌とかありそうだから一応、あと曰く付き物件みたいな感じだもんな、まあな言ったらそうですね、まあちょっとなんか縁起もある感じもあるし、うん、まあまあ0円ではあるんですけど僕らが提供してるだけなんでそうそう、だからまあそういうのは処理したりしますからね、はい、でもちろんこれ使ったやつも後で洗って天日干しとかしてますけど、はい、これちょっとやっていくんでちょっと見ててください、はい、おお、含まし、まして全部、はい、でこっからまあ上っ面を拭き取るがてらちょっと形を整える、はい、こういう形を整える、はい、やっぱボコボコしたり、やっぱボコボコしたりとかするんで、どうしても一回使ったやつとか乾燥して、うん、なんて言うんだろうな、ちょっとブツブツができたりとか、はいはいはい、するんで、そこ滑らかに、やっぱそういう違和感になったりするからな、そうですね、あとはシンプルにこう前の形よりもうちょっと形整えた方がいいかなって思うやつとか、あこいつとか横に広すぎるんで、これ、はいはいはい、これだと起き上がりづらいんで、ちょっと下を掘ってあげて起き上がりやすいようにとか、なるほどな、はい、まあ、水分取りがてら、こいつはマジで晩年ですから、いやすごいよねこいつえすごいな、明治とかねこれは歴史的なやつですね、全然違うもん、このなんか多分新しいやつ、はい、こいつはまだ使ってないですね、のこいつやばいってこいつやばいですね、博物というか、なんかそういう博物館とかね、記念品みたいな入ってそうだ、これでこれでまあ一旦いいかな、これで、はい、これをどんどんやっていくと見せかけて、はい、こっち見てください、うわぁ嘘くさすぎるやつだよ、いや嘘が下手くそなんですね、すごい全部こうね、はい、もう水一応もう先に含ましといて、はい、ちょっと、まあその都度その都度、まあまたちょっと手入れして使っていこうかなと思いますんで、とりあえずまあこれで、はい、まあ、下準備はそうですね、これで OK、 はい、もしかしたらこれ以上に必要になるかもしれないんで、その時はまた追加でやったりしますけど、はい、
で、もうこっからですからね、皆さんが楽しみにしてるのはね。はい、行きましょうか。はい、1匹ずつ。まずセプテンから行きましょうか。セプテン、はい、見たことないかもしれない。ああ、そもそも、うん、ああ、なるほど。確かにね、孵化してるのはいないと思うんですよね。でもね、多分結構サナギが多くて。でも全然ヘラクレス、ヘラクレスとは違うでしょ。あ、全然違う。まあサイズ感とかね、サナギの時点ではそんなに変わんないかな。まあサイズが違うって感じ、角の太さとか、はい、ってぐらいですけど。じゃあこれから行きましょうか。はい、ちょっともうひっくり返していく感じにします。多分これもう全容かサナギかって感じなんで、うん、参ります。行きましょう。優しく、ちょっとね、多分ね、あ、ここですね。ここに、ここ固まってるんですよ。固まってここに空間があるんですけど。確かに、ここにいるんで。じゃあ行きますよ。はい、落ちました、落ちた。あ、見えるか。はい、はい、あ、動かしてる。おお、しっこいやつが。ちょっと開けてみましょうか。開けましょう。はい、はい、おお、浮かしてた。元気な男の子。すごい。これがセプテン。こいつがセプテンか。はい、よろしくな。じゃあピカチュウみたいな感じでやめてください。俺のセプテン。こいつが浮かしてたんや。まあヘラヘラと違う特徴として言ったら、まあシンプルに、まあまず角がそんなに太くなりにくい。そうですね、はい、細いんですよ。スッとしてる。まあちょっとちっちゃいんで個体差出ますけど、うん、あとはこう角の部分がヘラクレスと違って、ここに1個支柱的なちょっとポンと上に、はいはい、あるもんな、うん、これがでかいともっとはっきりするんですけど、支柱っぽい感じになって、うん、はいはい、まあ、ここがなんて言うんだろうな、まあ、こういう形状で、なんて言えばいいんだろうな、まあ、鍵っぽく、うんうん、鍵まではいかないというか、鍵状まではいかない感じなんです。かないでもいいね、はい、欲しい表現だけど、ね、そう、ちょっと他の種類もね、見せれたらいいんですけど、かな。まあ、とりあえず1匹目、羽化してました。色合いとかは？色合いはね、ちょっとセプテンは、うん、色味で言うと、まあ綺麗なやつは黄色、ちょっと黄色っぽい綺麗なやつもいるんですけど、うん、イメージってやっぱ黄色になりますよ。あ、こいつも黄色になるの、はい、どうしても羽化したての時、水分が多く含まれてるんで、体内の、はい、それが蒸発しだしてからやっぱ黄色くなったりします。あ、じゃあ、はい、最初はだいたいこんな色なんや。そうですね。あとはまあ湿度がしっかり安定してたらいい感じで黒っぽいんで、逆に乾燥してるのと綺麗に黄色になったりするんで、色が。なるほど。乾燥しすぎてるのも良くないんで、こっちの方がいいですね。すごいな。とりあえず1匹羽化してました。羽化してたね。羽化してるやつも出てきたらいいもんな。すごいな、これ。いや、すごいっすよね。すごい。これ財布に入れたらお金貯まるんで。いや、蛇。ありがとうございます。びっくりしたわ。テンポいいですね。去年ぶりにやりました、このボケ。確かに、言ったことある感じのケースが出てきたもんな。確かに。これがどんどん続くんで、多分ね、もしかしたらセプテンに関しては羽化してるやつもいるかもしれない。これは全容ですね。一回いきますか。ちょっと一回これ保留でいいですか。はい、保留。ちょっともしかしたらまだもうちょっと溶質しっかり作ってシワクチャになってからじゃないと、まだちょっと幼虫っぽさあるんで。ああ、なるほどね。ちょっと一回保留にします。これサナギですね。お、サナギ。ここもセプテンです。これってあれじゃん、はい、シークレットラベルです。あ、シークレットラベル。あ、来た。はい、これなんか2019年の7月のやつで、何回かこうラベル貼り替えたりするんですよ、ケースを、うん、カラーケースにみたいな。その時に唯一ダメになんなかったやつ。なるほどね、はい、強い、強かったテープ、はい、だから他のやつはもうダメになっちゃって新しいテープに変えたんで。そう、だからまあ生態も強く生き残っててほしいですけど。テープの思いがここに込められてたらいいけどな。そうですね、生態にまで届いてるかどうか。ちなみにこれ2019年7月なんで、まあ1年ちょっとですね。すごいな。すごい時間をかけて。 それでも早い方ですからね。それがすごいな。その中ではこれもひっくり返します、はい、多分サナギかな。あ、サナギですね。ここにあります、はい、見えてるもん、はい、サナギなの。見えてます。いきますよ。はい、おお。あ、ちょっと曲がっちゃってるわ。曲がっちゃってるね。まあでもこれは全然ちょっと曲がってるけど、いや厳しい。
うん、そこら辺僕はあんま詳しくないんで。すごいな、さなぎって。だからこう曲がんないように人工用水早めに入れた方がいいかなっていうっていうことね。はい、まあこれはだから自分のこと過小評価しすぎて、そう、そうですね。か、あとはさなぎになるときに、うん、ここから行けさなぎになってくれてればよかったけど、そういうちょっと気持ち上目に、はいはいはい、なんか寝てたら上に上がってっちゃう、寝相で上に上がっちゃうタイプいるじゃないですか。いるいるいる、あのタイプです。なるほどな。俺でも結構あの上下逆になるタイプやから。いや珍しい起きたら足元と顔の位置逆になったりするから。それはそれはまた、じゃあもしかしたらお尻から角生えるかもしれない。あ、そういうことだね。いやいやいや、まあでも今回、いやでも全然綺麗で、さらに行っちゃう、無事。すごいな。さっきのやつと一緒なんやろこれ。そうですよ、わけわからんやん、こいつがあれなんだよな。そうです、そうです。すごっ。ねえ、まあ、これもサイズもそんな大きくないですけど、こういう向きで、はい、この向きでいいな。なんかカプセルホテルみたいでいいな。そう、意外とカプセルホテルイメージしてたより快適だったりするんでね。あーでもいいよね、ベストポジション探してるから。あはは、わかるわ俺もよくやるもん。それで平岡さんひっくり返っちゃうんですよ。そう、このベストポジション探してたらめちゃくちゃ寝相悪いじゃないですか。よくあんねんな。あ、でもいい感じで1匹セーフテンね。で、これで人工養殖移し替えた日とかを記入したりもします。はいはい、一旦これそれはなしで、とりあえず今はこの作業を進めて、はい、進めていきますんで。これが幼虫の皮。わあ、すげえな。さっきのはさなぎの皮、さなぎの皮で、これ幼虫、幼虫の皮、こう真ん中から割れて、すごいっすよね。すごいよ、わけわからんもんね、これ、うん、皮がある、ね、めくれたらあれになってる意味がわからん。意味わかんないもう手品ですからね。手品やな。そう、でもまあ皮も皮もね、こういう感じで残るんで、それ子供と一緒に観察とかしたらすごいいいと思う。うん、すごいな、なんかそういうの、うん、楽しみ。そしてここも、あ、ここはこれもいけるかな。あ、これもいけますね。これも大丈夫かな。いきます、いきましょう。セフテンは結構さなぎになってるかもしれないです。はいはい、あ、ここです。いますね。あ、おるな。おお。お、どうなるか。いきますよ。はい。はい。おお、立派。ああ、綺麗な。綺麗な。手品アニャみたいな。綺麗なもの見るけど、ゴビ猫になるから。ああ、なっちゃうさ。そう。沖縄の人だったっけ。あ、そう、ね、なっちゃうさ。なんくるないさみたいな感じになっちゃったけど。これ立派ですね。立派やね。さっきのより。これグラムどんなもんなんだろう。これ最後85なんで、まあ、そんな大きいわけでもないけど、普通ちょいちっちゃいぐらい、はい、まあ、120ミリぐらいになるかな、こいつは。すごいですね。すごい。これでこいつもさ、ここに優しくさっとね、はい、おこれで、こいつは6月か、さっきの1ヶ月前に生まれたやつです。素晴らしい。テンション上がるな。な、もうあと一歩手前のとこやもんな。あと一歩ですよ。だからあとはあの卒業試験のみみたいな。どうなの？その段階で言えばさ、もう卒業試験はそこまで難しくない？ここまで来れたらっていうのは。まあそうですね。どの段階が一番この振るい落とされるところなの？絶妙ですけど、やっぱどこも結構あります。一例から脱皮するときも減ったり、卵からやっぱり卵から幼虫も意外と。卵から飼えなかったりとかもあるし、あそこもあるんだな、はい、意外とやっぱ 親にもよるかもしれないですね。まあここはこの段階は比較的、うん、まあそうですね。だからあとはさなぎがちょっとさなぎの状態が悪かったらその子は厳しいかなって感じ、うん、はいはい、そう幼虫からさなぎになる時の脱皮不全というか、なるほどね、とか出てくるんで、だから学校の、うん、なんだ卒業試験が不合格よりかは圧倒的に多いと思います。あ、まあ、その高校にもよるかもしれない。はい。いやいや、気にしんどいて。はい。気にしんどいて。あ、いや、気にするでしょ。あんな、フーばっかり言われた。はい。世界中のみんな、オラにフーを分けてくれって言いました。違う違う。ちゃんと、手広げて。そのわけじゃないって。あ、違います。フー集めてない。違うんすか。噴気玉じゃないですか。噴気玉ってないやん。噴気玉じゃないね。そうか。すいません。場を乱しましたけども。元気玉完成せへんから。
そういうやつは。あ、いや長いな。ドラゴンボール僕あんまり知らないんで。はい、ごめん。でこれセプテン。はい。これもサナギかな。いけてる？サナギかもしんないって感じですね。全容かもしんない。ようやく。これ8月ですね。だから結構早かったですね。はい、そのサナギに変化するまで。おお、やっぱ個体差あんねんな。うん。いきます。はい。はい。ここ。あ、これすげえ綺麗だから実際このままでもいいんですけどね。確かにめっちゃ綺麗な感じの、うん。多分大丈夫だと思うんですけど、このままでも。まあ一応。はい。で、いきます。はい。お、あ、どうだ。すごい、ごつない。これちょっと115なんで、3桁なんで。全然違うわ、はい。あとは曲がってなければいいですね。お願いします。まっすぐで。いきます。どうやる？はい。あー、ちょっと曲がってるね。ちょっと曲がってるね。やっぱこういうことになるんですよね。ごついな。はい、やっぱり今までで一番か。そうですね。うわー、曲がったな。曲がりましたね。まあ仕方ないよ。しょうがないですね、うん、これも個性だ。そうそうそう、いいこと言うじゃないですか。俺そうやって接してきてるから、みんなと。いやいや、どの立場だ。同級生にあんま言われたくないですよ。偉そうやこいつって。まあそれも個性やって。いいんじゃないかな、でも元気そうで。自分に言い聞かせてきてるからな。これで OK かな。いいね。はい、ちょっと曲がっちゃったけど、まあ大丈夫そうですね。あとは大人になってくれると。いや、ほんと信じて。すごいな、こんなん作んの。まずすごいですよ。めっちゃ綺麗に作るやん。だから自分の中の体液とか吐いたりとかして、周りの土固めたりして、そう、体で固めて。めっちゃ綺麗に作るよな。忙しいっすよ。すごいわ。ありがとうございます。いやいやいや、ヤンビモリ君だって頑張ってると思う。それも個性やから。いやいやいや、それやめてくださいよ、そのスタンス。変なキャラ見つけないから、ね、なんすか、個性おじさん。いや、わかんない。個性持ってるわけじゃない。個性やからおじさん。それ個性やで。こいつも全容っぽいやつもいけそうかな。ちょっといっちゃおうかなと思います。あ、一回後回しにしたやつ、はい、行きましょうか。多分全容だと思うんで。全容ってパッと見てわかる。今のはさっきの何、はい、あれはサナギ。サナギやんな。で、全容は多分分かると思います。見たら分かる。俺見たことないかもしれない、全容。あ、そうっすね、多分、うん、多分ないかもしれない。幼虫の姿でちょっと幼虫と雰囲気違うんですよ。これ、はい、なんか白いの。はい、白いのです。いやいや、白いのですって言われて。俺、巻き場しか知らなかった。いやいや、そう、白いんだ。巻き場白いから。あ、そうなんですね。これ、キノコです。あ、これキノコなんや、はい、言ってもやっぱマットもキノコ菌とかキノコ発生するんで栄養価高いんで。食べれる、はい、食べれるらしいですけどね。マジで、はい、でも分かんない。いや怖い、やめよう、はい、バター醤油にしたかったけど。いやいや、ちゃんと美味しく食べようとしないよ。いや、どうせ食べるの。まあ、あ、すごっ。何ここの、そう、サナギになるときに意外とあれだから、やっぱ固めてるから土使うんですよ、うん、周りの。はいはい。だから土を幼虫が、ま、引き込んでいくから、うん、その分こう陥没して。すごいよな。はい、なんかこういう感じ、陥没したりとか地割れが起きたりというか、はいはいはい、一点だけこんもりしちゃうみたいな。なるほど、ね、ってなったら、洋室作ってる合図だったりするんで。なるほどなるほど。そっから1ヶ月、2ヶ月待ったらサナギになってたりとか全容になってたりするって感じです、はい、合図ね。そう、だから側面とか後ろ、下から見えなくても、うん、こういう感じになってたらサナギになってんのかなみたいな感じなん で、はいはい、でこれ多分全容になってるんで、しっかり全容、ね、いきます。あ、全容ですね。あ、全容になってますね。ちっちゃい。いきますよ。おおお、あ、あれはちっちゃい。おお、はよーって。あ、いいですね、元気だ。ああ、学級員。おお、はい、これ、あ、この感じが全容ね。はい、はい、ちょっと腹筋運動みたいな。はい、しわくちゃになって、しわくちゃになってる、ね。はい、お尻の方がもう硬いんですよ。あ、ちょっと。そうなんや。あー、確かにパッと見で俺も分かったわ、はい、ちょっと様子は違いますよね。違うな、これ様子が、はい、これであとはもうなんて言うんだろう、もう中のサナギの皮みたいなのが体液でどんどん膨らんでいくみたいな感じなんで、こいつもう この状態でも先に入れてあげて全然問題ないんや。なんならこの状態がベストですね。あ、そうなんや、はい、この状態の時だったら、うん、その人工養殖だったらこう角が曲がりづらいというか。そうだね、はい、そういう心配少ないのか。調整しやすいんで。よかったな、早めにカプセルを2人入れて。そうですね、これでサナギになってもらう。頑張ってくれ。いや、いいね、やっぱ楽しいですね。いいな、やっぱ生きてるもの見れるの。やっぱり
確かに、いつも八幡さん見てるからやっぱ、いやあれだきついねんて。あれな、たまにフィギュアと思うぐらいやっぱ死んでるから全く動かへんの。あとは、こっからヘラクレスですね。おヘラクレス、ヘラクレス、はい、やっぱ一番大きくなるヘラクレスオーカブトなんで、はい、こっちの方がサナギも、なんだろう、迫力あるかもしれないです。サナギがいたらサイズ的な問題でね。そうですね、さっきのやつほぼ3桁いってなかったんですよ。1つだけいってたやつだったな、はい、ここはもう基本3桁はいってるんで。ほー、あ、これサナギになってんのか。サナギ、はい、いきます。角が曲がってなくて勝ったらいいですね。やっぱどうしても3桁に乗った方が、うん、サナギのサイズもでかくなるんで、ちょっと角曲がる可能性も出やすいというか。そういうことか、先に作ってしまって、はい、まあそうやね。そうなんですよ。でも多分側面から見えてる感じではないから、うん、うまいこと言ってると思うんですけどね。じゃあいきます。はい、ちなみにこれが 112g ですね。ここです。いますね、多分立派だとは思いますけど。さあ、おー見えへん、うまいこと隠しよんねんな。いきますよ。はい、はい、おー綺麗綺麗綺麗や、かっこいい、立派だな、立派。うわ、すごい、ごつ、うわー、すごい、綺麗に、綺麗ですね。うん、これ立派な、曲がってない。そうですね、言っていいやつ。はい、いい感じです。このままでも良かったやつです。すごいね、はい、角もやっぱ太いですよね。いや、違うな、横の厚みみたいなのも。ここがやっぱ違いますね、根元の太さというか。武器みたいな、確かに。前もこういう動画撮ったんですけど、その時トランシーバーって言われてました。あ、こいつら人によって違うね、はい、やっぱそう、ドラゲないドラゲない言うとりますけど。で、言ってたよその時は。言ってないです1年越しにね、はい、その時言いたかったフレーズね、今のかな。いや、はずいな、めちゃくちゃはずいじゃないですかそれ。でも無事、いい感じの、いいのね、元気でしたね。一発目いいのが出たな。そうですね、幸先のいい、幸先いい。あ、土結構たぶん、まあ、いけるか、まだもうちょいいけるか、ギリギリまで行ってみましょう。そうやな、まだ俺ら修士とアキラなんでね。いや、それたまに言うけどやめてくれよ。たまに言うやん、あれやめて。ギリギリでいつも生きていきたい。そっち、カトゥーンやね。カトゥーンか、こいつ。そうだ、いつも言うぜ、カトゥーンやん。それはすいません。まあでも、まあ、失敗は成功の元というか。まあね、うん、元は失敗が成功になるというか。ずっと間違い続けるけど、はい、何も成長せへん。成長しないっていう成長。ご成長ありがとうございました。お、聞かせていただきましてありがとうございます。これもサナギになってますね。あー、パッとわかんねえ、すごいな、はい、まあ、もう見た感じでわかる。そうです、もうやっぱあのオレンジ色が出てるんで、はいはいはい、幼虫にはない色味というか。あ、キノコ、いや好きですね、キノコ、うん、だいぶもう枯れ切ってますけど、すこれも114か、さっきと同じぐらいです。曲がってないようにお願いします。はい、お、でも綺麗な感じで、ね、深めのね。おお、さあどうやろうな、いきますよ、はい、おお立派、あ立派、あちょっと横に曲がってる、これちょっとねじれてるかな。あ、まあでも全然これは、まあ、綺麗、うわでかい、でかっ、いい感じ、いい感じ、かっこいいし、めっちゃごついやん、ごついですね、こいつさっきのごついな。150いくぐらいかな、最高ナンバーだっけ。僕158です。ああ、多分動画で撮ったことあるのは156かもな。なるほど、156か154か、これじゃあ、まあ、ちょっと足りひんかどうかわからんぐらいですね。でもいい、まあでも結構角も太くて、うん、すごいいい感じですね。はい、やばいっすよな、うん、すごい。親は150と72。ああ、でかいな、でかいっすよ、やっぱちょっと整えますね。ちょっと失礼します。そのいや、そのズッチのやつじゃん。ズッチ、ズッチってやめてくださいよ。ズッチっていうの、ズッチっていうのやめてくださいよ。普段ズッチって言ってると思われるじゃないですか。言ってるやろ今のやつ。あんなナチュラルに出てくるんだから、ズッチって。いやすごいね、立派、立派ですね。まだでも終わってないぞ。そう、わかんないですから。長い旅はまだ。ちょっと狭いか、これだと。ちょっと待ってくださいね。まあ、大丈夫か。まあ、ちょっと気になったら横広げたりします。はいはい、なのでこれで、まあ一旦これにしときますね。了解、はい、当たってるな、ちょっと削りますね。失礼します、失礼して、失礼して、もう本当に優しくね、こ
ここはやっぱ優しく、はい、大事なんや。そうですね、柔らかい、柔らかいです。柔らかいというか、まあ別に硬いんですけど、中は言っても体液なんで。なかなか、これダニですよ。あ、これダニなの。はい、ダニがやっぱ出てくるんですよ。動いてる、動いてる。うわぁ満月見ました。狼男になったわけじゃない。ダニを間近で見る。そう、気持ち悪いんですよ。今んとこ問題ないかな、ダニは。個人的にこれぐらいじゃ感想は問題ないの、はい、個人的な感想は、もしかしたら、まあ、結果論だったりするかもしれないけど、ダニにも種類あって、こいつらでなんかっていうのはなかったですかね。やっぱ悪いダニもいりゃ、いいダニってわけでもない。まあそうですね、言ってもダニはいない方がいい気はしますから。かといってなんか安手とかだとダニと共存してるとか言うじゃないですか。はいはいはい、 なんたら安手とかね、あるもんな。もしかしたら意外とこいつ立派だな。立派よ。あと結構あるか、6じゃん。あと6、意外といけるか。このままいけたら理想ですけど、いけないか、厳しいやろな。ちょっと今やるか。もう一旦一回ある程度消去します。はいはい、土一回消去します。はい、おお、減った。張り合い、まあ素は接していらっしゃいましたけど、いやー、はい、ハーフの部分で、はい、すいません、帰国子女なもんで。違う、すいませんね、英語とか全くできないんですよ。こっから引き続き、はい、あと7でしたね。あと7です。あと7、はい、セプテンがあと1匹いました。隠れてたよ。はい、あ、これちょっと、これね、これごめんなさい、サナギじゃなくて、これ巨食っていう、ちょっと餌をちょっと最近あんまり食ってないような、あ、ちょっと状態悪いやつなんで、はい、これはなしで。これなし。はい、これも別にその生きてたとしても、もし星になる確率の方が高いんですけど、もしかに生きてたとしても、その場合はまだサナギになってるようなやつでもないんで、あ、はい、それも間違って出しちゃいました。これちょっと星になってるな。へえ、これはちょっとブロイのでなしで。なしで、ここ行きましょうか。ちょっともしかしたら星になってるやつもあるかもしれないですけど、まあね、はい、仕方ない部分もあるからな。じゃあ行きます。はい、大丈夫だと思うんですけど、これはヘラヘラですね。はい、さあここ、あ、これはどうだ、羽化してんのか、もしかして。ちょっとわかんないですね。あ、羽化してそうだぞ。してる、すごいな。でもなんかめっちゃ、そうですね、ちっちゃいな、ね、これ109なんで、まあそこそこ立派かもしれない。あ、羽化してるぞ。あ、してますね。おお、おお、ちょっとずつ、ほら、ちょっと、あ、見える見える。いきますよ。あ、さあ、はい、おお、わあ、立派に、立派。そう、めちゃくちゃ大きいとか言うわけじゃないけど、ご立派に、ね、いいね、いい感じの、かっこいいね。サイズ的には多分140いかないかなぐらいですね。そんなに大きいわけじゃないけど、これ綺麗な形で、形が綺麗よね、うん、いい感じで動かしてくれてました。あ、確かにさっきのなんか、はい、セプテンと、はい、その角のね、そうなんですよ、角の部分が、まあ、ここが、まあ、ヘラクレス、うん、ヘラクレスはここは多かったりとか、うん、さっきの一本ポンって感じだな。そうです、いい感じですね。はい、完璧完璧完璧、見守りチェック完璧、A ランクプラス。うわぁ、どこまであるの、なんか最近のやつが SS とか。確かに。これ、ちょっと先にセプテン行きましょうか。セプテン、忘れていたセプテンね。あれ、これ幼虫じゃん。あ、普通に、普通に幼虫でした。普通に幼虫がいたと。幼虫でした。ちょっとまだですね、こいつは。だから、もしかしたら次またどっかの機会で動画にするかもしれないです。はい、で、メガネ一回拭いて、これ大事やからな。そう、曇るんですよ、うん、残り3ですね。3参りましょうか。こいつから行きましょうか。そいつから、はい、どう。あ、これサナギですね。お、サナギ、しっかり、こいこいこい、待っててくれ、ここ、お、綺麗ですね。はい、おっと、そっと、お、あ、あー、めっちゃ曲がってる。あー、うわー、すごい、パッと見てわかるわ。そうですね、うん、これは良くない。こういうことになるんすよ。そうなるんや、すごいことになってる。これ大丈夫なの？まあ、正常な状態よりかは、うん、これでも羽化してくるやつは全然してくるんですけど。あ、すごいことになってる。もう、まあ、羽化してくれればいいですね。うん、申し訳ないことしちゃったな。なんか痛そう。そう、まあでもこれがだから伸びた時にこの状態で固まっちゃったっていう、うん、こっからなんか、こ、
パイーンってやろ なんないですよ。あすいません、なんかポップな音出してくれたのに。効果音やから。あ、ありがとうございます。あれフリー素材ですか、大丈夫ですか。大丈夫。洋室自体は結構でかかったんですけどね。1がか、まあ、1ですね。あだからやっぱ全容の方がっていうのはやっぱこれ、ね、特にこういう感じの。あ分かったわ、今っていうのがあんならんやな。なるんですよ。もう丸まてだよ完全にですね。あ、まああとは無事浮かしてくれること。そうだね、それだけ。それがな、悪いことじゃないか。そうですね、浮かさえしてくれるから。あ、これ大丈夫かな。あ、これ結構ね、うん、今までの110弱ぐらいなんですよ、うん、グラム数でいうと、はいはいはい、これ132なんで。おー、ごつい。これ立派だと思いますけどね。となると、なおさらちょっとな。確かにな。綺麗に。怖いっすね。怖い怖い。ちょっとこれラストにしますわ。そうしよう、そうしよう。で、こっちは 111? 111ね。まあ今までぐらいのぐらいの。さなぎかな。お、さなぎですね。さなぎ。あとマジで綺麗に頼む。いきます。お、どうだ、どうだ、分からへん、はい、見えへんわ。いきますよ。はい。お、めっちゃ立派。おー、でかでかめっちゃ綺麗。でかい。ちょっと待って、でかいっすね。いや、でかいし綺麗やし。さあ、綺麗。おー、めっちゃ綺麗。いい感じ。ちょっと足がね、こっちに行っちゃってますけど。あ、本当や、足が。まあ、それすらもこっちにやっぱ行ってた方がいいんですけど。うんうん。まあ、でも結構でかいっすね。でかいな。角も結構まっすぐ綺麗で、ちょっとこい頭の方がちょっとね、はい。まあ、でも全然立派な。いや、よかった、ね、無事にあとは成長になってほしい、うん、これ結構でかいんじゃないかな。いいね、うん、大丈夫だぞ。信じろ、信じてくれよ。あれ、何でしたっけ、平岡さんのキャラ。個性ね。あ、個性おじさんか。個性おじさん、個性キャラって言うのよ、ね、俺前からやってたみたいな。悩んでましたもんね、キャラ欲しいって。いや、いいって、わけわからん、見つけたキャラ。生き生きしてるもんね。お前は個性あるぞってわけわからん。自分の個性なかったよ、結局。あ、でも悩んでないね、俺。お、ね、キャラで悩んでる人の反応だから。あんまフリーターでキャラ悩んでる人いない。そうや、俺フリーターだ。いいぞ、いいですよ。ラスト、ラストいきましょう。さあ、130超えのね、あとは立派か。さあ、どうか、綺麗に締めくくることができるの か、それは全て締めくくれないのか。いや、ないのかは言わんでいいよ。どっちなんだいなのか。いや、やめろ、筋肉出せん、これ。いやいや、132g。 さあ、いいやつでバスンとね。どうかな、大丈夫かな。プレッシャーかけられてるぞこいつね。勝手に申し訳ないけど、震えてるぞ今中で。よし、行くぞ。さあ、頼みます。ここですね。ここちょっと斜めだから怖いんですよね。怖いな、斜めやな、うん、ただこっちに洋室が見えてるわけでもないから。そうか、うまいこと当たってたらな、入れてるもんな、んじゃないかなと思うんですけど。さあ、どっちなんだい。いやいや。どうでしょうか。うわ、でも向き的にそっちに行ってないな。ねえ、うん、どっち行きますよ。あ、見分からへん。うん、はいはい。うわすごい。マジか。すごい、迷かった。立派だったけどな。立派やけど、すごい。あー、でもなんかハートっぽく見えようと。いや、変なポジティブ。うわ、申し訳ないな。だからやっぱ全容の方がいいなっていうのはまあ常々思うけどね、思うけど、やっぱタイミング的な、タイミング、うん、難しいな。しょうがないか、しょうがないですね。あ、ごめんな、お前、ま、プレッシャーかけて。ねえ、つらかったやろ、こんな状態で。確かに。だって、綺麗だったなとか言われて、自分で分かってるもんな、こうなってること。ごめんな、ほんとごめんな。お前にプレッシャーかけて申し訳ないことしちゃった。いや、でもだいぶ太いっすよ。いや、すごいのにな。ちょっともう一回いいですか、ごめんな。ここすごいよな、立派で、うん、まあ悪くないよ全然、ね、あとはもうしっかり浮かしてくれれば。そう、今ね、ダメでも次の世代でもしかしたら、そうね、伝えれる、ポテンシャルは高いですし。そうそうそう、競馬だってそうよ。そうですね、そこはあるからね。親が走れてなくても子供がすごい走ることだってあるから。そうですね。そう、だからまあとりあえずだからやっぱ無事にしっかり浮かしてくれるのが、うん、実
次世代の部分も含めて。そうそうそう。だからマイナスなことなんてない、これも個性やな。はい。ちょっとキャラ確立し始めましたね。個性おじさん固めてきましたね。次使いどころ難しい。次のなんか動画で出したら、いよいよや。確かに。かあれほんま、あれでいくんやってなるから。もう絶対言わんとこ。個性おじさん。まあ、ということで。まあそうですね。こういう感じになりましたね。まあまだ幼虫が2個と、2匹、で。ここがちょっと欲しいなっちゃってるっぽい。可能性高いからちょっと動画がやります。はい、まあまあでも綺麗なね、はい、立派なものも見れましたし、そうですね、ちょっともう一回並べちゃおうかな。いいですか、並べ。あ、全然全然。ちょっとこれ一回消去します。はい、はい、おー、はい、ピンボケした。あ、帰ってきました。お帰りなさいませ。はい、お風呂にする、それともおやつにする、それともなんかお菓子とか食べる、何やねん、どうしよう、どうしよう、中途半端なメイドしやがって。はい、はい、ということで一旦全体的に片付けまして、はい、下、まあ掘り返したやつかな、掘り返したやつ、はい、下はい、その下が伏線回収されます。え、あの下実は何かに聞いてた。下を見てください。うわぁ、下手くそだね。二人とも下手くそすぎる、いろいろすごいよ。はい、ちょっとせっかくなんでっていうので、あのもう人工衛星に移し替えてた2匹もここに置いてます、はい、こいつと、はいはいはい、こいつともう1匹、これかな、こいつかな、はい、こいつごついな、めっちゃごつい。そうですね、こいつちょっとでかいかもな。これ 133g なんですよ。めっちゃごついな。そう、だからこいつと、これちょっと曲がっちゃったけど、こいつと同じぐらい。なるほどね。なんでこいつが今のとこ一番でかいのかな。こいつは、こんにちはね。つらそう。あ、でも色が綺麗にね、はい、ヘラヘラとセプテンですね。いいね、綺麗に。でもなんか2種類とも、うん、まあちっちゃいやつですけど浮かして、はい、かつまあサナギもいて、まあ、全容も1匹いて、はい、なんかすごい有意義だったなっていう感じですかね。いや、すごいね、楽しいよ。やっぱ楽しかったですね。すごい楽しい、すごいわ、はい、これがこっから浮かしてくるんで。そうね、はい、で、こういう、この例なんやろ。そうですね、わからんて。浮かしたらまた、まあ、計測とか、はい、報告の動画も多分上げると思うんで、まあ、なんてったってね、ヘラクレスは一番うちの看板ですから。まあそうですよね、はい、まあどうせ計測の時は僕は使われないんで。いや、そう、使う使わないんじゃないですか。昼動画にまた回されてると思ういや、下手したら昼動画で採寸するかもしれない。あ、そんなことないよ、はい、もったいないわいや、これもう、だからまあぜひ、はい、まあ、ヘラクレスやっぱどうしても王者、うん、世界最大ですから。すごいわ、ね、マジですごい。クワガタカブトムシといえばもうちょっとヘラクレスというか、そうやな、いう部分もあって、やっぱもう王者の貫禄っていうのがすごい伝わる動画にはなったんじゃないかな、ね、思うんですけど、平岡さん、こつ、うん、そうですね、残念ながら今日の動画のやつではないです。違うねんな、はい、ごっつね、やっぱ確かに他のに比べてやっぱでかいっすね。めっちゃごついわ。もうこいつもごついけど、まあ、ごつかったなけど、角の長さとかも含めたらやっぱ、ね、太さというかこのしっかり、うん、すごい綺麗ですね、うん、これが多分あと1ヶ月半から2ヶ月ぐらいで、まあちゃんといけば、はい、成虫になるかなっていう感じなんで、楽しみにしててください。ちょっとね、はい、動画ちゃんと見とくわ。ああ、はい、チェックして。ありがとうございます。まあ平岡さんもまあ引き続き、はい、まあカメラマンも多分定期的にお願いしたりするかもしれないですけど、まあ全然、はい、まあでも普段あの平岡さんがカメラマンしているチャンネル、はい、コンチョワス101号室っていうのも、はい、まあ八幡さんも、まあ、僕のチャンネルでもカメラマンしてくれてる人がチャンネル主としてやってるチャンネルなんですけど。いや、そうですね、はい、ちょっとややこしかった、はいすいません、謎解きにハマってるんで。そうだね、言葉の花嫁、あれ謎解きまだじゃん。いやいやいや、まあまあそうですけど違う、ハマりやすいんですよ。ああ、はい、まあね、そう、まあそれも概要欄にあるんで、ぜひそちらの方もチャンネル登録してください。はい、はい、そんな感じで、まあ他にもいろいろ、まあこの T シャツだったりを販売しているサイトとかも、載せてたりとか、備品とかを、今日出てきたあの飼育ケースとかの備品とかも、僕が、使用してるやつっていうので、まあ、まとめたやつを載せてたりするんで、はい、概要欄ぜひ覗いてみてください。はい、はい、そんな感じで今回の動画長々とご視聴いただきありがとうございました。